皆さんこんにちは、偶然チャンネルのお時間です。いや、前回のラジオなんですけれども、15分にめちゃめちゃ詰め込んだなと思って、お話をね、で何喋ってんだろう自分と思って聞き直したんですけど、7つの話をね、15分にね、バババって盛り込んでね、一つの話を深掘りもせずね喋ってたんですよやっつけかって思ったんですけど、自分でもこう朝のね時間帯だったんですけど、この間撮ったのがちょっと焦って撮ってたんだなって思ってびっくりした、自分でございました。はい、今日は時間に余裕がありますので、こうゆっくりね喋っていきたいなと思うんですけれども、私ね、こう今33になるんですけれども、で、まあ、来年早生まれなんで2月になったら33になるんですけど、そう、あんまりこう地元にこう帰りたいとかあんまり思ったことがないタイプなんですけれども、こう私の周りの人とかは地元にいる方が多かったりとか、あとは東京に大学とか専門学校で来たけど、30代近づいてくるとこう、なんだろう、節目じゃないですけど他に帰りますみたいなのがねあって、東京にね私のこの仲いいお友達がいないっていう状況なので、なんかふと思ったことがありまして、なんで思ったのかなと思うんですけど、多分アニメを見てかな、ドラマを見てなのか、同窓会やってみたいなってねふとね思ったんです。地元でこう同窓会頻繁にちゃんとこう何年かおきにやってる人とかっていらっしゃるんでしょうか。まあ、地元にね残ってるこう知り合い同士は同窓会じゃなくて、全然こうね地元の付き合いじゃないですけどあると思うんですけど、このクラスとか、あとは中学校高校とかね、まああとはまあ全然東京に来てからでもいいですけど、もうね学生終わって10年ぐらい経つので、私たちの世代はこう専門学校の同窓会、大学の同窓会でもいいですよ。同窓会ってなくないですかっていうねお話をしたいなと思ってます。この同窓会って誰が言い出しっぺになるんでしょうか。やっぱこう私みたいに今やりたいなって思ってる人が声をみんなに、とりあえず連絡先を知ってる友達から集まろうぜって声をかけて、自分の知り合い、知らない知り合いを知り合いの人に連絡してもらって、どうにかこうにかそのさ卒業アルバムのさ名前とか写真見てさ、あ、こういう人いたなみたいなさ、どっか何かしら誰かとどうにかこうにかつながってるわけじゃないですか、今の時代 SNS でもね。だからこうどうにかこうにかこの卒業アルバムを載ってる名前をこうできる限りほぼ全員集めて、で先生まで集められるのかなっていうね不安もありますが、なんか疑問がめちゃめちゃあって、そう、多分ドラマ見たんだね最近。何のドラマだったかな、思いません、最近同窓会やった人ねいるなかなか30超えて同窓会で声もか私はかけられたことがないので、10代の専門学校行って、まあ、東京に出てきて何年か後とかにはなんか1回あったんですけど、確かに、うん、なんかこうクラスの女の子でみんなをこう声かけて、あの仕切ってねこう幹事してくれた人がいたんですけど、なんかその人に頼りすぎちゃって、私は今回で幹事はやりませんよみたいな感じで、やっぱそっからですね、うん、そうですよね、やっぱこう幹事になる人がいないと集まらないよねみんなね。多分部活とかさ、そっちの方がね、クラスっていうよりかは部活の人とかはいるよね確かに、うん、私もね確かにその部活の人ぐらいですもんね、連絡を取り合う今でも付き合いがあるっていうと、やっぱ
そこが大きいよね。うん、懐かしい面々とね、もうみんな家庭持ってる人が結構多いんで、元気してんのかな、どんな顔、どんな感じになっちゃってるんだろうとかさ、うん、ちょっとねそういうのが気になりましたっていうお話でございました。はい、対人関係っていうのが私もそんなにうまそうに一見見えるんですよ。こう結構ね、なんだろう、ポジティブでアクティブでみたいな元気な女の子っていう感じなんで、なんですけど結構そんなに うまくやれてる方ではないので、好き嫌いはっきりしてるしね。うん、なので、はい、気になった次第でございます。はい、じゃあもう一個の話題、もう一個のね話題は、好きな系統の顔っていうのをねお題にしたいと思うんですけどもお題だって、そう、芸能人であなたの好きな顔は誰ですかって聞かれた時になんて答えるかなって、好みってこう偏るじゃないですか。で、完全にこれは私のタイプで言うと、米倉涼子さん、竹内優子さん、北川景子さんなんですよね。まずこの3人は確実にこう芸能人誰が好きってこう話題にたまになるじゃないですか。その時は絶対この3人を挙げるんです私。うん、やっぱね、ちょっとこう似たような、こうなんつうんでしょうかね、狐顔っていうんですか、タヌキ顔じゃない、タヌキ顔って皆さんわかります、こう言うたらこう目がクリクリとしてて可愛らしいっていうよりは、目がキリッとしてるお姉さんみたいな、キリッとした、まあ狐顔っていうんですかね。うん、それがもう私のドタイプで、もう私が男だったら付き合いたいなという顔なんですけれども、でも若い層で言うと、まあ、広瀬すずちゃんと、まあ、今だとドラマ見てるからっていうのもあるんですけど、森七菜ちゃんが結構デビュー当時から好きな感じで、まあ、広瀬すずちゃんはまあ綺麗系なんですけど、森七菜ちゃんはなんだろうね、この妹、国民の妹みたいなさ、こう私長女なんですけど、長女心をくすぐる天真爛漫な自然な感じというかさ、目もさすごいくっきり二重でとかじゃないのに、なんかこのなんだろうな、癒される和む顔というかさ、なんかそういうのがいいなーって、なんでこんなに可愛いんだろう、あー妹にしたい、この可愛いみたいなので今ハマってる子なんですけれども、はい、この5人ぐらいですかね。まあ、女性の好きな顔はっていう感じですね。そうそう、男性で言うとね、めちゃめちゃ好きだっていうのがね、そこまで、あ、芸能人、日本のね芸能人でファンクラブ入ったことないんですよ。そう、 K-POP は唯一 BTS 入ったんですけど、本当に、うん、それはこうなんだろう、 BTS は確かにハマったんですけど、日本人の俳優さんとかアイドルでめっちゃハマって、もうファンクラブ入ってもう追っかけてましたとか、まあ、中継にしてましたとかめっちゃ YouTube 見てます、 SNS 見てますっていうのはないんですよね。うーん、難しいですね。そう、男は難しい、女はスラッと出るけど、かっこいいなっていうか、実際いたら、あ、これはこう好きになるし、これ追っかけちゃうかなっていうのは、ハマりそうだなっていうのは坂口健太郎さんですよね。なんかあれは塩顔っていうの、塩顔で合ってる、この見た目、背の感じとか、体が、あそこまでさ細いって感じじゃない、結構肉付きちゃんとあって、で優しそうな笑顔、ちょっとこう舌足らずかなみたいなところは、まあ、若干気になりますけども、うん、顔だけで言うとそうだね、坂口健太郎、あとはまあ顔だけで言ったらだよ、顔だけで言ったら、うわこの人めっちゃピカイチだわって思うのは、やっぱ真剣佑さんですかね。いや
男らしさ、セクシーな男らしさって今の男性、若いね、若い層のだよ、20代とかの若い俳優さんで、あそこまでセクシーさのある俳優さんってマッケンぐらいしかいないかなって思って、多分こう実際ね会ったら、あの目とか雰囲気で多分こうメロメロになっちゃうんじゃないかなとは思います。はい、確かに好きな顔はそれぐらいで、あとはパッと思いつかないんだよね。まああなたの好きな俳優の男性バージョンはどなたでしょうか。まあ、このねラジオこれをラジオ聞いた方、ぜひあの自分の好きな顔の中身じゃなくていいよ、あの顔だけでいいんだけど、顔の好きな、女性芸能人は誰でしょう、男性芸能人は誰でしょうっていうのをあの考えてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあそんなところで本日のラジオは以上、またのラジオでお会いしましょう。またねー。